も勝手も泣けた。この勝手クラスを学んだ。寂しいとか愛とか分かんない人間の形は泣き出せたんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明よ。こんな小さな憧れられない。気づいたら最後に出たしたい。僕ら声優演じていたんだ。エンドロールに向かって行くんださ。みんな一緒に役を演じて、傍観者なんていないのさ。私なんてないの、どこになんていないの。ずっと僕は何者にもなれないで。僕ら今さ、さくらになって延長戦されたしてね。でやばい愛想、誰も消すことの愛想。マジックな世界をどう拡大してんだろう。君も Yes Yes 今日の音で最愛はそこにあった。特徴と裁く思いもその心の渋いでさ、また見る糸を引いて黒幕の手もしさ、その目に映るのは上から壊れてしまった。間違ってクローズが待った。僕ら声優抜くでありました。いつの間にやらかい無事になったんだ。その全てを肯定しないと前に進めないかい。まあ君にはきっと無理なんだ。だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやらかい嫌にいたんだ。そんなガヤばっかり飛ばしてきたんだ。みんな一緒に自分を守って、救いの手を待ってるのさ。戦いたくはないよ、バカになっていたいもん。ずっと僕は何者にもなれないで。だから今先生と見たって、そのままは逆を待ってね。正解を言わないと言葉すら必要ないの。マジックな世界はどこにどうしてくだろう。君も Yes Yes 気を持って、最下位を誓い合ってはじゃあ仕方ない。僕の熱をかけるのさ、クライマックスみたいな手に汗を握るのさ。ほつれと泣いた、隠してきた本当はどこにもない。笑ってきた奴らに場所はない。思い出せと言ってすべて感情はない。流した涙理由なんてない。優しさに温度も感じられない。差し伸べた手に疑いしかない。穴がいて愛ばかれてしまいになったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人の前にあんたはいつも朝笑うのに酔ってました。君にはどんな風に見えてるんだい。呼吸を整えてさ、さあずっと僕は何者にもなれないで。僕ら今さ、さくらにあって延長戦されたしてね。でやばい愛想、誰だけしたことの愛想。このマジックな携帯をどっか期待してんだろう。君も Yes Yes 気を持って、最愛はそこにあんだ。特徴と裁く思いもその心の血抜いてさ、また見る一歩を引いて黒幕の手もしさ、その目に映るのは